バルビーとは、フランス原産のウォータードッグ犬種である。犬種名は、バルベ、バルビーと表記されることもある。別名は、フレンチウォータードッグ、グリフォンダレア・ポアール・レノー。フランス原産のウォータードッグの中では最も古い犬種で、それらの他日本で非常に人気の高いプードルの先祖にもなっている。15世紀頃に誕生した犬種で、バルビーという犬種名は、 アゴヒゲを意味していると考えられている。ヘンリー4世やルイ15世に木に入られていた犬種で、性格と能力の良さから大切にされていた。主に撃ち落とされた鳥を回収するレトリーバーとして働き、水中にも泳いで鳥を回収しに行った。また、夏には初期対策のためコートを刈り取られ、その毛を羊のものと混ぜて紡いでケ糸トとして使うことも行われた。 かつては人気があった犬種であるが、他地域から別のレトリーバー犬種が輸入されたことや、第二次世界大戦の戦火などにより、頭数が減少し、希少化してしまった。フシーに公認犬種として登録された現在も頭数が少なく熱心な愛好家によって保護され、時々ヨーロッパのドッグショーなどに出場することがあると言われている。 2005年時点での世界中のバルビーの頭数は600頭前後であったと見積もられていて非常に珍しい犬種の一つとして近年注目されている。長いコートはカールしていて厚く羊毛状でモコモコしている。さらに防寒性が高く油を多く含み水をよく弾くがもつれやすくブラッシングしにくいため手入れが少し難しい。毛色はミルクの単色化。 ミルクの地にレモンなどの単色のブチが入ったものなど、少し長めのタレ耳とタレオにもモコモコとした飾り毛がある。背中は平らで、マズルは短めで足が長い。指には水かきがついていて、泳ぐのが大得意である。また、少しなら潜水することもできる。体高はオス54から60センチメートル、メス55センチメートル前後で、体重は 自由ともに20から2 5ラムの中型犬。性格はおとなしく従順で献身的である。運動量もそれほど多くなく、性格も良いため飼育がしやすいのではあるが、コートの手入れが難しいのが欠点である。ありがとうございます。